はい、参政党の内紛についてのお話になりますが、神谷さん、これも1年ぐらい前ですかね、選挙の時ですよ、街頭演説でいろんなとこで言ってました、また見直しました、動画をね、はい、鬼滅の刃の話よくしてました。まあ、あの時鬼滅の刃っていうね漫画から映画になったやつが本当に大ヒットして、僕の地元の長野県の映画館でもね、もうラーメン屋の行列かっていうぐらい人が並ぶんですよ。で、僕もあのコロナ禍の中でですね、借金をして映画を撮って、ね、必死に上映してたんですけど、お客さん呼ぶためにチラシ配りとかも散々してね、チケットもたくさん売って、でも全然人来ないの。そう、コロナだから映画館に行っちゃいけないって通達もあったんでね。でも鬼滅の刃すごい来るんすよ。おー、だからまあ多くの人が見て鬼滅の刃で感動してたっていうのがあってね、それを選挙の演説ですごい感動的なエピソードとして、話してませんでしたかね。お金に動く人はね、僕は鬼だと思ってるんですよって、で、鬼退治に行ってみたらですね、すごい鬼が強いと。で、その鬼に誘惑されると、お前なかなか強えなっつって、でもお前も鬼になったらもっとすごい力が手に入るぞっていう誘惑をされるとね、それも本当に政治の世界でもそうなんですよとね。で、鬼、今の国会議員とか自民党のこととかをね、そう、鬼だっていう表現をしてたんですけれども、例えば自分が国会に行ったら、周り鬼だらけだけど、僕が、その鬼たちを浄化していくんですよって。浄化するってものすごい時間がかかることじゃないですか。で、まあ日本人は仲間のためにとか人のために命を張るんですとかね、そういう、精神性を鬼滅の刃のエピソードをね用いて、鬼退治だって鬼を浄化するんだっていう話をしてましたよね。自分に置き換えて今考えてみてもらったらどうかなと思うんですけど、神谷さん、あなた今鬼になってませんか？命を懸けて人を守りたいって本当に思ってるんですかね？仲間、命を懸けて守りに入ってますか？で、なんだろう、気づかないうちに自分が何者かに誘惑されてそちら側になっちゃったのか、最初からこういうシナリオで進んでたのかとは言っても、僕は最初からこういうシナリオで進んでたわけでは全くないと思ってるのは、今 ねこういう状況になってしまってるのは、必ず、なんて言うんだろう、想定外だったはずですよ。想定内です、想定内です、こうなるのは分かってましたって言ってましたけど、全然自分の想像してた以上に大変なことになってるはずなんですね。だって4万人もいた、10万人とか言ってたよね。でも最初は党員が、今だと、でもその正式な数字とかも出してこないから分からないんですけど、まあ2万人切ってるとかね、1万5000人ぐらいなんじゃないかって言われてるわけですから、それはもう大変でしょ。だってお金だって入ってこないわけですし、あとはその自分の、もともとは仲間だった人たちが、一緒に頑張ってた人たちが外に出ることによって、事実を発信していくわけです、ね、こんなことがあったんだってことをあちこちで発信していくわけです。それで今回、なんだろう、よく、昔から言ってることだよね、工作員とか参政党を潰したいってあなたがおっしゃってるような人たちがそれを利用するね、当然のことじゃないですか、ね、潰したいと思ってるんだったらそこに便乗してくるわけじゃないですか。僕今日 YouTube のコメントで、その批判的なコメントの人とやり取りしてると、自分で工作員ですって認めるような発信する人もいると、それも攪乱してんだろうなと思うんですけど暇なのかな、わかんないですけど、まあこの鬼滅の刃のお話、神谷さんが、いろんなところで
してましたよね。煉獄さん、これね、あれ、鬼滅の刃って漫画でちょっと見て、で、映画は見てないのかな。うん。なんか、なんだろう、すごくわかりやすい内容だったので、そんなに自分は、ブームになってたけど、映画館まで行って映画を見ようとは思う内容ではなかった。まあでも日本人はああいうのが好きなんですってね、神谷さんが言うにはね。まあ、いろんなところで、鬼滅の刃の話してましたよね。でもそれでたくさんの人が、鬼滅の刃を見て感動して、ね、共感する人たちがたくさんいたっていうのは間違いないんで、これをもう一つのね、武器にね、演説の武器にね、方々で使ってた記憶があるんです、僕は。うん、鬼を浄化するんですよって言って、ね、いいマインドを持ってる人がね、少しずつ少しずつ浄化していけば変えていけるんですよって言ってたけど、それってすごい時間がかかるっていうことを、あなたも言ってたと思うんですね。そういうことじゃない、浄化って。そんなさ、こっちあなたがやってることは間違ってるよって面と向かって言っても、はい分かりましたっつってやるはずがないんですよ。今回だって政治資金パーティーのね、キックバックの問題とかって、もうあんなのなんてもう当たり前にさ、昔からあったことでさ、それこそ岸田さんだってやってるわけでしょ。絶対やってるよ、絶対やってる、絶対キック、絶対キックバックしてる、そんな当たり前なこと、うん、今回今に始まったことじゃない、表に出ただけだから、あれが本当にね、それって本当は追い風だったわけですよ、参政党にとっては。今のこの問題って、ところがどっこいね、あなたが仲間を大切にしないから、うん、お世話になった人を切って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 粛清していくから、ね、最初から疑いの心を持ってるから、何か噂で、ね、それこそそのあなたの身近にいるのが分断工作員なんじゃないですか、本当身近にいる人たちが、もう、うん、こんなこと言ってましたよっつって、あんなこと言ってましたよっていうことで疑心暗鬼になってさ、マジかマジかっつってさ。でだんだんそっちに洗脳されていくとさ、連絡を取ることすらはばかるようになっちゃうんでしょ。うん、どうすか、まんまと鬼になっちゃってんじゃないですか。で使命感に駆られて、短い時間でどうにかしなきゃいけないって、日本を守らなきゃいけないって使命感に駆られてね、強行してるわけですよ、鬼となってね。苦しいけど断腸の思いですがとか言って昔は言ってました。それすらも今は言わない。うん、こちらにひょっとしたら火があることもあるかもしれないとすら、言わない今は。うん、ね、なんか攻撃食らったら裁判してね、負けたりとか、情けないっすよ情けない本当にはい、というわけで、神谷さんは、おっしゃってましたね、鬼滅の刃をイメージしてくださいっていうね。あなたもう一度それを自分でいっぱい YouTube に残ってるから見直してみてくださいや。はい、以上です。